ウッドバッファロー国立公園はカナダのアルバータ州北東部とノースウエスト順州の南部にまたがってある国立公園で面積は44,807平方キロメートルとカナダ国内最大である。世界で最も規模の大きい森林バイソンの群れが存在し、これを保護するために1922年に国立公園が設立された。現在、水系で5000頭が生息している。 公園の標高は、リトルバッファロー川の海抜183メートルから、カリブー山脈の945メートルまである。公園の本部は、フォートスミスにあり、支部がフォートチペワヤンに置かれている。地勢的に重要な点として、ピース川とアサバスカ川、スレイブ川によってできた世界でも特に規模の大きい、淡水の三角州が存在する。ノースウェスト順州川にある、 カルスト地形の陥没穴もまた知られている。多種多様な野生動物が生息しており、ヘラジカやアメリカグマ、オオカミ、オオヤマネコ、ヒグマ、ノウサギ、カナダズル、森林バイソン、ライチョウ、オロチなどがいる。野生の自然では、アメリカシロズルの栄像地が唯一ある場所で、夏の生息域として知られる。ラムサール条約にも登録されており、数多くの湖や湿原、沼、 ボグ、小川、池がある。公園内には生物学的に多様性に富んだ世界最大の内陸産各州ピースアサバスカデルタがあり、野生の森林バイソンも数多く生息することから1983年にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。年間を通して ハイウェイ5号線につながるマッケンジーハイウェイからフォートスミスに行き来することが可能である。飛行機の定期便もエドモントンからフォートスミスとフォートチペワイアンに運行している。冬はアイスロードを使うことでフォートマクマレーからフォートチペワイアンにアクセスが可能になる。 h t t p w w w p c g c s a p n n p n t w o o t b u f f a l o スラッ s ュ p ジ i t スラッシュ v i s i t 1 t i s p ありがとうございます。